田中碧24歳、フォルトゥナ・デュッセルドルフに所属するこの日本代表ミッドフィルダーは、高精度なパスと高いサッカー IQ を持ち合わせたゲームメーカーです。パスだけでなく、タイミングを見計らった攻撃参加と、ミドルシュートでゴールに直結するプレーや、外国人選手に負けないデュエルもでき、モドリッチやデ・ブライネといった怪物になれるポテンシャルを持っています。そんな田中碧は、地元、川崎フロンターレでプロデビュー。中村健吾や大島亮太、森田秀政といった名手と共にチームの黄金期を築き上げ、J1 優勝にも貢献します。代表でも東京オリンピックでは不動のボランチとして全6試合出場、カタールワールドカップ最終予選でも中盤3センターの一角に入り、チームの危機的状況を救う活躍を見せ予選突破に貢献。現在はドイツデュッセルドルフでプレーし、ワールドカップ本大会もメンバー入りが期待されます。今回はそんな田中碧のキャリアを振り返りながらご紹介していきます。1998年9月10日、田中碧は神奈川県川崎市宮前区で生まれます。碧という名前は、生まれた時の空がとても綺麗な青色だったことに由来します。田中碧とサッカーの出会いは幼稚園の頃になります。田中碧が当時通っていた幼稚園はスポーツが盛んで、彼は様々な運動に触れて育ちました。その中でサッカーに楽しみを見つけるようになり、公園で壁に向かって一人でボールを蹴って過ごすようになります。小学校に進学すると、地元の鷺沼 SC に入団してサッカーに打ち込みます。鷺沼 SC は地元の名門クラブとして知られており、チームメイトには三笘薫や板倉滉など、将来の代表でも一緒にプレーする選手たちがいました。さらに、週2回は東京ヴェルディのサッカースクールに通っていました。小学校3年生に上がると同時に、鷺沼 SC の監督の勧めで、川崎フロンターレの下部組織の入団セレクションに参加し合格。フロンターレ入団後は、6年生の時に日本一となり、世界大会で5位という成績を残します。当時の田中碧のアイドルは、AC ミランで活躍したウクライナのや、アンドリー・シェフチェンコや、元アイルランド代表リアム・ミラー。この頃からプロを意識するようになり、小学校の卒業アルバムには、将来の夢は18歳でプロデビュー、日本代表になって世界でプレーするサッカー選手になると書きました。小学校を卒業すると川崎市立有馬中学校に進学。中学時代は応援団の副団長や駅伝大会の助っ人も引き受けるなど、積極的に学校行事に参加する生徒でした。中学進学後もフロンターレの下部組織でプレーし続けますが、小学校の頃と違いあまり目立った成績を残すことができませんでした。当時について田中碧本人はサッカーに対する姿勢がトーンダウンしていたと語ります。転機となったのは、フロンターレのアンダー18に昇格した時、中学生ながらアンダー18の練習に参加した時に、先輩方のレベルの高さに危機感を覚え、再びサッカーに本腰を入れるようになります。中学卒業後は、神奈川県立新城高校に進学。この高校は県内でも上位クラスの高校で、勉強もきっちりしていた田中碧は、スポーツ推薦ではなく、一般入試で入学。サッカーでは、川崎フロンターレユースアンダー18へ昇格すると、1年生ながらすぐに A チームに帯同するようになり、レギュラーに抜擢されます。ここでの活躍が評価された田中碧は、アンダー16日本代表に選出され、16歳ながら、フロンターレのトップチームの練習にも参加するようになります。高校を卒業した2017年、田中碧はついにトップチームに昇格。プロとなった田中碧ですが、ここでプロの壁に当たります。当時、フロンターレのミッドフィルダーには、ブラジル人のエドゥアルド・ネットや、大島亮太、中村健吾、家永明宏といった、日本代表経験のある名手が名を連ねており、田中碧が付け入る隙はありませんでした。さらに、怪我も重なり、試合に出るどころか、トレーニングの紅白戦にすら出られない日々が続きます。この頃について田中碧は、辞めたくなったし辛かった。今までの人生であれほど試合に出られなかったことはなかったので、と語っています。この辛い時期、田中を支えた本がありました。それは日本プロ野球史に残る名将、野村克也の著書。その本には、1年目に種をまき、2年目に水をやり、3年目に花を咲かせましょうという言葉が綴られていました。厳しい状況の中でも努力を続けた田中碧は、徐々に出場機会を得るようになります。2年目の2018年9月15日、コンサドーレ札幌戦で J1 デビュー。後半アディショナルタイムにはプロ初ゴールも決めます。11月24日の FC 東京戦では J1 初先発するなど、少しずつですがプロの階段を上るようになります。そしてプロ3年目、希代の名将の言葉の通り、田中碧はついにブレイク。
大島の怪我や森田秀政の不調などもあり、田中はボランチのレギュラーに定着。シーズン終盤には尾骨を骨折しますが、フェイスガードをつけながらプレー。シーズンを通してプレーし続けた田中はリーグ戦24試合出場し、ベストヤングプレイヤー賞に選出されました。そんな田中碧は高校1年生の頃からサッカーノートをつけています。ノートには周囲からのアドバイスや試合で悔しかったことなどを記録。ノートを書く理由について田中は、目標を忘れないため、書いたことを意識してプレーするためと語っています。 J リーグで飛躍した田中はオリンピック世代の日本代表にも選ばれるようになります。2019年6月、トゥーロン国際大会に臨むアンダー22日本代表に選出。グループリーグ初戦のイングランド戦では中盤で攻守に奮闘してチームの逆転勝ちに貢献し、マンオブザマッチに選出される活躍を見せます。最終的に日本代表は準優勝となり、大会ベストイレブンと大会ベストプレイヤー部門で3位に選ばれました。さらに同年12月には E1 選手権を戦う日本代表に選ばれ、香港戦で代表デビューを果たしました。4年目となった2020年、田中碧はさらに飛躍します。この年フロンターレは 4-3-3 にシステム変更。シーズン序盤はアンカーとして、森田がアンカーに定着してからは1列前のインサイドハーフでプレー。シーズンを通してリーグ31試合5ゴールを決め、チームのリーグ優勝に貢献します。さらに自身初のリーグベストイレブンに選ばれました。1年目から田中の成長を見ていたフロンターレ監督オニキトールは、努力し続けているのが大きい、決していろいろなものを持っている選手ではなかったかもしれないが、努力をし続けるとこういう風になるんだと示してくれていると彼のたゆまぬ努力を称賛。地道な努力を続けた田中は2021年東京オリンピックに挑むアンダー24日本代表に選出されます。田中は A 代表の不動のボランチ遠藤航とダブルボランチを組みます。そして全6試合出場しましたが、チームは残念ながら4位に終わり、メダル獲得はなりませんでした。大会を振り返って田中は、対戦したスペインやメキシコについて、デュエルだの戦うだのは彼らは通り過ぎている、チーム一体となってどうやって動いて勝つかに変わってきていると語り、自分たちはサッカーを知らなすぎると強い危機感を口にしました。オリンピック終了後、田中碧はドイツ2部のフォルトゥナ・デュッセルドルフにレンタル移籍することを決断。 J リーグの絶対王者からドイツの2部リーグのチームへの移籍について、一部指揮者から疑問が上がりましたが、移籍を決断した理由について田中はこのように語ります。僕は決してエリートではない、じっくりとステップアップしていく人生なので、まずは試合に出て力をつけてしっかり上がっていくことが向いているかなということで決断しました。一方でずっと2部にいる気持ちはさらさらないとも語り、将来的なステップアップを誓いました。デュッセルドルフ1年目となった2021-22 シーズン、田中はチームのレギュラーとして活躍し、29試合1ゴールを記録しました。オリンピックやデュッセルドルフでの活躍は A 代表でも評価されるようになります。2021年10月12日、カタールワールドカップアジア最終予選オーストラリア戦で、田中は最終予選で初めてスタメン出場を果たします。この頃日本代表は最終予選3試合で1勝2敗と予選敗退の危機に瀕していました。チームの危機的な状況を見て、森保一監督はシステム変更を決断。 4-2-3-1 から 4-3-3 にシステムを変え、田中は中盤3センターの一角に抜擢されます。その期待に田中は応え、この試合で代表初ゴールをマーク。チームも2対1で何とか勝利し、首の皮1枚つなげることに成功しました。以降田中碧、遠藤、森田の3センターが定着し、田中は瞬く間に代表のレギュラーに。チームもこのオーストラリア戦を機に波に乗るようになり、2022年3月24日の1試合を残してワールドカップ出場を決めました。ワールドカップ出場決定後、田中は、厳しい中で戦っていて、僕はほんの少ししか参加していないので全部を経験していないですけど、自分の中でやれることはやったかなと、貢献したと周りに言ってもらえれば嬉しいですし、少しは貢献できたのかなと口にしました。そんな田中碧はこの頃私生活で交際報道が出ます。お相手は歌手で元キュートの鈴木愛理。田中自身もこの交際を取材で認め、二人の関係は両親公認とのこと。プライベートも順調な田中碧は、ワールドカップ予選終了後の代表戦も引き続きレギュラーで出場し続けます。2022年6月の代表ウィーク、田中は4試合中3試合に出場。パラグアイ戦ではゴールを決め、4対1の勝利に貢献する活躍を見せるも、この4連戦一番のビッグマッチとなったブラジル戦では敗戦。0対1と数字上は最少スコアとなりましたが、攻守ともに圧倒され完敗と言って良い内容でした。田中自身も81分間にわたってプレーするも、持ち味を発揮しきれず悔しい試合に。試合後田中はメディアに対し、僕自身は完敗、自分のせいで負けたなと思うし、自分が積み上げてきたものが全く通用しないという表現より全く出せないという表現かなと思うと厳しく振り返りました。ブラジル代表レベルに追いつくためには何が足りないか具体的に見出す必要があるとも語ります。しかし同時に、差があるのは分かっていたけど大きく差があると感じたと同時に、そういう選手に追いつけるんじゃないかなという感覚があると前向きに成長への意欲を見せました。
代表からドイツに戻り、デュッセルドルフ2年目のシーズンを迎えた田中碧は、引き続きチームのレギュラーとしてプレー。序盤は低調なパフォーマンスにより批判を浴びていたものの、2022年10月1日のビーレフェルト戦でシーズン初ゴールを決め、復調をアピール。そんな中、地元ビルトは田中のとあるものを紹介します。それは、穴が開いてボロボロになっている靴下。田中は、この靴下についてインタビューで、この靴下が僕に幸運をもたらしてくれています。5年前に日本でプロになってから練習や試合でずっとこの靴下を履いていますね。もちろん少しは穴も開いていますが、履ける限りは履き続けますよとフロンターレ時代からずっと履き続けていることを告白。2022年11月、この幸運の靴下とともに田中碧はカタールワールドカップに挑みます。彼はその名の通り日本中を青く染める活躍ができるのでしょうか。今後も目が離せません。ここまで見ていただいて本当にありがとうございます。川崎で生まれ育った田中碧は地元川崎フロンターレでプロデビュー。日本を代表する名ミッドフィルダーとしのぎを削りながらポジションをつかみ、チームのリーグ優勝にも貢献します。この活躍が評価され、東京オリンピックでは全試合出場しドイツ移籍も果たします。フル代表にも招集され、チーム予選敗退の危機から救う活躍を見せ、一気に代表のレギュラーの座をつかみました。そしてカタールワールドカップでの活躍が期待されています。そんな田中碧はかつて欧州サッカーで意識している選手についてインタビューで挙げています。その選手はバルセロナのフレンキー・デ・ヨング、セルヒオ・ブスケツ、そしてマンチェスターシティのケビン・デ・ブライネ。成長意欲を持ち続け、コツコツと努力を続ける田中碧なら、彼らのようなワールドクラスのミッドフィルダーになれる日が来るかもしれません。日本を代表する万能ミッドフィルダーの進化は止まりません。ここまでご視聴していただきありがとうございます。今後もこのような動画を上げていきますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。